ゲームベハー高野理恵子です。そういえば動画を撮っていなかったなと思って今撮っています。こちら、イエローヘルメッツ番外公演 G2R サード、11月30日に無事、14時公演、19時公演と2回限定の公演を終了いたしました。現在配信で、まだ12月6日の火曜日23時59分まで配信でご覧いただけますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。あと本番見てくださった方でも、もう一回見たいなって方がいらっしゃいましたら、ぜひ。同じ11月、12月6日には、この G2R サードの、アフターイベントを行います。それはこちらの G2R サードの台本を、みんなで声に出して読むという、まあ一つのセリフごとにですかね、役を決めずに、一セリフずつ皆さんで読んで続けていってみるっていう素潜りシェイクスピア行います。ご興味のある方ぜひご参加ください。お申し込みは Google フォームからしていただけるのと、 Google フォームわかんないよって方はメールか何かご連絡いただければ、こちらでご予約承ります。昼公演ご覧いただいた方、こちら当日パンフレット配送ミスによって届かなかったんですが、近日中によかったらお送りさせてください。こっちね、ちょっと相関図だけはお渡ししましたが、ちょっとね、隠れちゃってる部分とかうまくいってない部分がありましたので、こちらが完璧な完全版ですので、お手元にぜひお届けしたいと思っております。こっちね、徹夜で頑張って作ったんで というわけでですね、イエローヘルメッツ第1回本公演のベニスの商人と、それから11月の G2R サード、どちらもお楽しみいただいた皆様、本当にありがとうございます。ゲームベイハーとしては、次12月18日にルイアバニヒトというのを行います。こちらはね、私のみんな弟3人と、お父さん、この家族ライブなんですが、イエローヘルメッツとも関係がありまして、この一番こちらにいるこの父親はベニスの商人の音楽を担当しました。それでこの一番端のこっちの一番下の3番目の弟は G2R サードの音楽を担当していました。それから宣伝の動画なども作ってくださいくれました。で、この2番目の弟は、この G2R サードのこの蛇の写真を撮影した写真家です。この一番上の弟は声楽家なんですけど、今回イエローヘルメッツの出番はありませんでしたが、今後何かで関わってもらえたらなと思っています。このような家族で作るライブが、私の地元の千葉県市川市で行いますので、こちらもご興味のある方はぜひいらしてください。というわけで、これからもイエローヘルメッツの活動をぜひ、楽しみにしていてください。それから、高野系ライブ、ルイヤバニヒトの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは。